ましょう。え、すごい。こんにちは、なこです。今回はファンの人の家にサプライズで続きドッキリかと思ったら全くロコマカーコを知らない人の家だったドッキリ。うん、すごい。買わなかった。はい、ということで今回はあこちゃんにドッキリしていきます。はい、前提3人は人見知りですから。はい、とても。こちらあのレンタルスペース近くの方を借りておりますので、はい、そちらから実況していきますし、エキストラさんの自宅はガチの自宅なんですけど、あのそちらの方をあの事前に許可取ってね、撮影させていただいております。はい、ありがとうございます。はい、でか今回あのドッキリですので、あこちゃんには一人で訪問しても大丈夫なように事前に打ち合わせ済みですし、はい、そこまでスタッフもついていきますのでご安心ください。はい、レッツゴー。こんにちは、ロコです。ロコです。お願いします。今日はファンの方にサプライズで突撃ドッキリ、イエーイ。3人がそれぞれファンの方のご自宅に訪問させていただきます。はい、3人にはミッションとして仲良くなるためにファンの方としたいことを3つ用意しておりますので、家に入ってもガチャンとなった瞬間からもプーさんにはこっちの方に戻ってきていただきます。 OK ですか？はい、まずですね、アコさんが、田中凛さんという方ですね。二十歳です。うん、レッツゴー。じゃあちょっとそれぞれがファンの方とするミッション3つっていうのをちょっと決めていきたいんですけど、まずあこちゃんとかちょっと考えません？写真撮る。写真系ね、2人で。これはちょっともう共通のあれにしたいんですけど、なぜ私を推してくれてるのかっていう理由はちょっと回収してきてほしいです。今回はファンの方だって分かってるわけですから、うん、言ったかな。あ、弱気で早めに来てる。死ぬ。どうなっとくね。そうっすね。これリンちゃんにあげるから。リンちゃんにあげるようだ。なんか多分なんか持ってってますよ。ミッション以上になんか載せてますよ。どうぞ。はい、お願いします。はい、行きますか。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ここです。こんにちは。はい、こんにちは。
自己自己合格ちゃんじゃなくて花ちゃんって、うん、双子の妹ちゃんが本当はファンなんだけど、あ、そうだ、そのお姉ちゃんだったみたいな。いや、はってなってるよ多分。さっきリンって言ってたから。うん。気づいてないっすよね。ないよこれ。自分さ、なんか妹っていうのが二人暮らししてて。え、今日のやつはサプライズで来るみたいな感じ。
なんか妹が応募とかしたのかな。自分の妹とその二人暮らしで。ミッションは何かな、なんかその来てやるミッションみたいな。で、なんか一緒に写真を撮るのと、あだ名をつけてあげるのと、そのゆうさんにアポの好きなところを言ってほしくて。好きな、あー、今日はリンは大学の授業で大学行ってるんだよね。写真とかミッションを今日は撮らないと帰れないみたいな感じかな。あ、そうなんだ。はいはい。え？どういうこと？え？どういうこと？ちゃんのお姉ちゃん、うん、え、なんかりんちゃんは大学の授業ないって。そうなの？え、ちょ、もう一回確認してきて。ちょ、音声がさ、あんま聞こえなくて。リンにさ、一回電話してみようかな。妹で、なんか今日帰ってくるの遅いらしくって、そう、なんか授業がまだあるためみたいな。そう、ちょっと聞いてみます。うん、まこちゃんってさ、何してる人なの？YouTuber なんだ。いつからやってるの YouTube？ 年ってことは5年目です。なんで YouTube やろうって思ったの？なんか、事務所、もう辞めちゃった事務所なんですけど、ちょっと喋るんだよね。喋ってますね。どう、まこちゃん、これさ、ファンの人じゃない初対面の人とこんな話せる？ハセン、本当かよ。あこすごくない？こんな喋ると思ってなかった。でもごめんね。私さ、本当はロコマコアコちゃんのこと全然知らんくて、なんかいろいろ話してくれたんだけど、そう、これ全然知らない。ナイピーって誰？スタッフさんです。何してるくれる人？企画考えてくれたり。あ、じゃあ今日の企画も考えてくれたり。そうです。
へー、ナイピーさん、どんな人？大人げない人ですね。大人げない人？じゃあ他だったら、そのまま、そのまま他のスタッフの印象聞いてみるんですか？そうしよう。どういうところが？他にスタッフさんは？他にスタッフさんは、うん、ジムって、どんな人？プーさんっていう名前。プーさん？そのプーさんっていう人はどんな人？大食い。大食い。大食い。さっき知った情報じゃないか。私携帯ちょっと持ってなくてエアーで撮ってもいいですかって。自分さ携帯じゃなくていつもパソコン使ってて携帯持ってないんだよね。だからエアーで撮って。いや
言われとってこの人最悪ファンじゃない悪魔だよ、ファンじゃない人と言われとる気持ちすぎやろ。じゃあって言うからやっていい。え？こっちの携帯取りますか。あ、それで取って、じゃあエアでも取る。エアで取って全部パシャってやっとく。これで動画に載せれば、リンさんを見れるから。そろそろどうしようかみたいな感じで、もう、あ、ちょっと待って、アコちゃん喋って。すごいね。すごい。コミュ力高い。コミュ力高いわ、こう。すごい。何のあれ？ファンの子の家かと思ったら、違う人の家に行ってみた。すごい。大正解。でも、マジで全員びっくりした。結構喋れてた。自分から話せたじゃん。びっくりした。あの人すっごい笑ってた。膝、こんなしながら笑ってたけど。箱の子箱、ファンクラブアプリがあることは知っていますか？知っていますか？有料会員になると、ラジオが聴けたり、未公開写真が見えます。ダウンロードは無料なので、ぜひダウンロードしてみてね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と、コメント、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ガチャ。いやいや、違うよ。